スを犯してしまう形になりましたが、さあマイナス2点という状況から始まった第1ラウンド、左のジャブから入っていこうというのは、今10オンスのグローブをつけている、左のボディから右フックを出していきました、木村フィリップミドル、そうですね、はい、クンタップは8オンスのグローブを使っています。さあそしてパンチを放っていこうという木村フィリップミドル、パンチは半端じゃなくて、そうですね、あの年末の猪木ボンバイ巌流島でもですね、谷川さん、ものすごいパンチ力が八千代に、ね、ああハンドリーなんと早くも切れた、なんという破壊力だ、息を乱すことなく静かな表情でノックアウトレッドスーパーベルター級王者を沈めた、まあすごいですね、木村